皆さんおはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字のうんぬんかんぬんをやっていきたいと思います。今日は6年生常用漢字の呼ぶ、呼吸の子ですね、説明をしていきます。まず中心を見てください。少しこの右の字の左側がかぶるようになりますので、この口辺できるだけ左の方に寄せてもらって中央に書いてくださいね。上下間でいくところのこの真ん中の位置ぐらいに書いてください。はい、では一画目から一度押さえてちぼめてくださいね。ちぼめてもう最初からはみ出す気満々でちょっと長めに書いておいてください。下で上ふっくら右上がりで右側すごくちぼめてでここはみ出すと右側はみ出す、いいですかね。口辺自体が小さいのでこのはみ出しをしっかりすることによって存在感を出してくださいね。これ出てないとちょっと口小さく書きすぎちゃったかなという感じでちょっと物足りないのでこのはみ出しで主張してください。はい、それでは次押さえて反対側に押さえてできるだけ平らにきつめの右上がりぐらいの角度にしてください。ですかね。できるだけ平らにするとかっこよくなります。でここですね、点の高さが右側が高くなって左側が低くなりますので寝かせてくださいね。できるだけ左に倒してでここ一度押さえてここより高い位置に一度押さえてから滑らかにスーッと次に向かってですかね。まあここはつなげてもつなげなくてもどちらでもいいです。はい、でここふっくら右上がりですね。でこの位置がだいたいこの口辺の中央より少し下ぐらいからふっくら右上がりになることによって中央よりまた高い位置に行きます。この位置関係もちょっと覚えておいてください。で最後一度押さえて少し右側にふっくらさせてかっこよく跳ねると、次がないのでとにかくかっこよく跳ねてください。真上よりは少しこう斜めに跳ねた方がいいと思います。でこの曲線なんですけど僕は私はまっすぐのが好きだという人はまっすぐ書いてください。パソコンのフォントのようにですかね。こうちょっと曲がった方が好きだという人はこちらを書いてください。だいぶ口辺との差がありますので口辺ははみ出すということをしっかりやることによって存在感を出してくださいね。はい、それでは書いてみます。一度押さえて長くふっくら右上がりでちぼめてはみ出すとですかね。で次高い位置一度押さえて寝かせれるだけ寝かせてください。で点は低い位置に寝かせてよく寝かせて高い位置から次一度押さえて次に向かって滑らかにでこうふっくら右上がりで一度押さえてシューッとちょっと膨らませてかっこよく跳ねると、はい、こんな感じですね。もう一度押さえてちぼめて下はみ出す長くふっくら右上がりでちぼめてで左側はみ出してしっかりはみ出します。で高い位置から一度押さえて寝かせれるだけ寝かせてください。で点の位置ですね、この位置寝かせてで高い位置一度押さえて滑らかに払ってふっくら右上がりでここ一度押さえて少し右に膨らませてかっこよく跳ね、ちょっとガタガタしちゃってますね。はい、こんな感じです。かっこよく書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日を過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。